Representing Japan at the Four Continents Championships, Akiko Suzuki。涙のヒロイン鈴木亜希子が妖艶な雰囲気を漂わせて話題作です。振り付け宮本賢治、高橋大輔のアイデア、リベルタンゴ。本当に鈴木選手のイメージぴったりですね。ライブ演奏でこのタンゴを体いっぱいに表現します。長野の夜にスタンディングオベーションを巻き起こしたこの鈴木亜希子です。込めるステップです。的な表現力に思わず観客も立ち上がる。いやー素晴らしいですね。非常にあのセクシーさと強さと、そしてまたエキゾチックさも兼ね備えてますね。さまざまな辛い経験を乗り越えてきたからこそこの表現ができます。23歳の鈴木亜希子です。四大陸選手権代表。振り付けの宮本賢治さん、そして高橋大輔選手が、亜希子は絶対にタンゴが似合うよと言ってこの曲を進めたそうですが、いやーこの演じ切った力はお見事。そしてあの目力に本当に引き込まれていきそうでした。これは試合ナンバーにしたら5コンポーネントすごい伸びそうですけれどもね。なるほどね。思わず荒川さんがそううなるほどの素晴らしい演技。四大陸選手権日の丸を背負ってこの鈴木亜希子です。